皆さん、こんにちは。テニスマフィアののぞみです。僕は来年50歳になるんですけれども、それぐらいの年になると、なかなかショットの向上っていうのが望めません。やっぱり練習時間の確保も難しいし、練習時間が取れたとしても、その長い練習をこなす体力があまりない。ショットうまくしたいなと思ったら、若い頃に比べたらやっぱり時間がかかるっていうのが現状です。そんな中、ショットじゃない部分、例えばゲームの組み立てとか、そういう部分で試合に勝つ、そういう部分をもうちょっと賢くするっていうことには、より昔以上に興味が強くなるようになりました。実際テニスの試合って、試合をどう組み立てていくかとか、組み立てていく中で自分の精神をどういうふうに持っていくかとか、そういう部分もかなりの比重を占めると思うんですけれども、どちらかというとそういう方に年を取るにつれて興味が強くなるようになりました。そんな中の一つなんですけれども、タイトルにあるように今日はダブルスのお話です。ダブルスでパートナーと組むときに、どうやってフォアサイド、バックサイド、そういうのを決めますか？アメリカでは、バックサイド、フォアサイドとはあんまり言わなくて、というかほとんど言わなくて、ほとんどの場合が、デュースサイド、アドサイド、そういうふうに言うと思います。ただよく聞くのがフォアサイド、バックサイドなんで、今日はそのまま話を続けていきます。僕がよく出会う決め方が、バックが得意だからバックサイドを選ぶという決め方です。もちろんそういう決め方もありだとは思うんですけども、あえて今日はそれは違うぞと言おうかなと思ってます。というのも、ある程度のレベルになってくると、ダブルスでサーブを入れるときに、相手がリターンの角度をつけてサイドにいい球を打ってこないように、真ん中 T の部分を狙うことが多くなると思います。そうすると、いわゆるバックサイドではフォアハンドで取ることになるんですよね。なので、その時点でもうバックがうまいからといっても、そもそもバックに球が来ない。そして、それが例えば、頑固陣でストロークの打ち合いになったとして、それでもフォアハンドでかなりカバーできるぐらい回り込むというか、寄れることもできるんで、そういう意味では、ほとんどバックを使うことなく済んでしまうということもあるので、バックがうまいからといってバックハンドじゃないよっていうのもあります。ただ、今日実はお話したいのはそこではなくて、ポイント、さっきも言ったように、ショットの技術ではなく、ポイントの考え方というのを注目したいと思ってます。そもそもテニスはゲームを取って、その取ったゲームを6つ、ないしは時には7つ積み重ねて初めてセットが取れて、試合によると思うんですけども、何セットか取って勝ちが決まるスポーツです。で、そのゲームを取らないことには始まらなくて、そのゲームをじゃあどうやって取るかというと、ゲームポイントまでどうにかポイントを重ねて、そしてそのゲームポイントでもう1ポイント取るというのが重要になってきます。つまり、ゲームポイントで1ポイント、次の1ポイントが取れないと、いつまで経ってもゲームが取れないという、いくらポイントの数を多く取っていても、結局ゲームポイントで次のポイントが取れないと、自分は取れないし、そのうち相手に取られてしまうっていうことにもなりかねないっていうことです。で、そのゲームポイントっていうのは、具体的に言うと、40ラブが1つ、それから40フィフティーン、次40サーティー。デュースっていうのはゲームポイントではないんで、アドバンテージサーバー。サーバーもしくはアドバンテージレシーバー。その40ラブ、40フィフティーン、40サーティー、それからアドバンテージの4つになります。4つのゲームポイントで、デュースサイドでゲームポイントが来るっていうのは、40、15の1つだけなんです。残りの3つ、全部バックサイドでゲームポイントが来ます。なので、そのバックサイドで3回、3対1なんで75%来るゲームポイントで、ポイントが取れないことにはゲームが取れないんです。今回、そのリターンのサイドの決め方っていう話をしているんで、リターンのことを考えると、さっきのポイントの数え方が逆になりますけれども、ラブ40、15-40はこっち側、それから30-40、それからアドバンテージレシーバー、その3つですね。
その3つのゲームポイントでポイントを取らないといけないっていうのがすごく重要になってきます。でもここでバックがうまかったからとか、まあ、多少テニスがうまかったとしても、ここのポイントが取れない人というか、まあ取れるスタートを切れない人っていうのは、なかなかやっぱり勝ちにつながらなくなってくるんですね。逆に言ったら、もうテニスがすごい、もう見た目はボロボロだけれども、そういう一番、ここぞという一番にはなぜかヘロヘロの球だけれども相手を攪乱させてポイントが取れるとか、相手を崩せるっていう、そういう人がリターンをしてくれると、まあ、もちろんその一発で決まらなかったとしても、それをきっかけにチャンスボールがパートナーに来るなんていうことがあるんで、まあ簡単に言えば強い人がバックサイドをやるっていうのがすごく重要です。なのでレシーブでサイドを決めるときは強い、それからあとは安定してる、もうゲームポイントがせっかく来てもその度にリターンミスをしてしまうような人っていうのは、なかなかやっぱり次につながらないというか、そこから先に進まないのでダメで、やっぱりいくらバックが上手くても、いくら上手く見えても、そういうところで安定した力とか、テニスってミスのスポーツなんで相手をミスさせられる力を持ってる、そういう人がバックサイドを選ぶと勝てるようになってきます。なのでもしその今までパートナーとサイドを決めるときにバックが上手いからバックをやるとか、そういうふうに決めてたり、もしくは他の方法でも今言ったようなそのポイントをどうやって取るかっていう話を考えたことがなかったペアは、ぜひそういう考え方で一度サイドを決めてみてください。だいぶ変わってくるかもしれません。試してみてください。